わなんかいろいろ店あるよね。めちゃくちゃ多いじゃないですか。あ、え、革製品。え、こういうブースで革製品とか売ってるんですね。これもバイクミーティングならではのショップなんですけど。そっか。ホットバルさん、私もよう知ってる店なんですよ。え、知り合い。知ってる。いや、めちゃめちゃ気になる。いっぱい革製品あるんで。え、ちょっとこれ。これ何入れですか？これ刀とか入れる。え、何入れですか？これ。これ、あ、センスケース。センスケース。これもうまさにナイスセンス。いいねー。ありがとうございます。安心します。クーラーとかないから、まあ、センス持ち歩きたいですもん。そう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 。これ見て。え？これ見て。これ。え？これ。一匹いてるじゃないですか。これ着ていいんかな。着ていいんですか。試着していいですか。ええー。ちょっとじゃあ早速ちょっとコカド君着てみてよ。せっかくやから。いいですか。すごいよ。わわわわわ。すごいよ。重みがすごいこれ。こうおいくらですか。ほんの55万円です。ほんの55万円。安い。すごい。多分だいたいこの辺だけで35万ぐらい。確かに。確かに。いやありがとうございます。あと3年待ってください。見るもんいっぱいですね。もういろいろ見ても楽しいよね。ここもはい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 、バイクミーティングならではの。いや、さすがやっぱバイクといえば絶対大事、ヘルメットでございますから。いや、かっこいい。見て思ったんですけど、同じ柄がないですよね。お、ほんまや、一つずつ色が違う、柄が違う。違う違う違う。え、これちょっと話をお伺いしたいんですけど、スタッフさん、あ、来た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 、お姉さんが出てきた、来た来た来た、かわいい。これすごい、全部ね、デザインが違ったりするんですけど、はい、一つ一つこれって書かれてるんですか。あ、そうです、一つ一つの手作業でハンドメイドで。お、ハンドメイド、はい、全部一点物なんで、もう一つずつどれ見てもらっても違うんで。なんかかぶりもんやねんけど、ちょっとかぶらへんっていうのがいいですね。かぶりもんや、ありがとうございます。すごいすごいすごい。私ヘルメットもう気になんねんけど、これめっちゃ気になんねんけど、これはハーレーにしては小さい。でもこれ何、これ、これどういうことですか。これこれモンキーがベースで、はい、外装を全部うちで作ってます。え、外装ワンオフってことですか。ワンオフってことですね。これモンキー持ってきて同じの作ってくださいって言ったら制作することも可能なんです。可能です。ヘルメットだけじゃないんですね。なるほど、ね、いや、めちゃくちゃ手広。戦ってみてもいいですか。どうぞ。おー、やった。おお。あ、サイズか、私ぴったりよ。確かに確かに。なんかハーレーってよし、バイク乗ろうって思えるけど、これは気軽に乗れるハーレー。